ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年5月の24日水曜日です。今日は藤井聡太竜王の藤井聡太棋王の就位式がありました。第48期棋王就位式というのは今日は夜の6時から行われました。結構会場が大きなホテルでしょうかね、大きな会場でしたね。それで藤井聡太棋王が、入ってこられるんですけれども、そこで、今日はパーティーとディナーショーで、ディナーが出てますので、この就位式が終わると、みんな食事会をやるような舞台設定がしてあります。そこへ入場ということになってくるわけですが、スーッと普通は正面まで行くんですが、今日はサービスがありまして、藤井聡太棋王が途中でちょっと止まってですね、参加者の皆さんに写真を撮る時間を設定しているというんでね、これはファンの方いいですよね。止まってそのシャッターを押すところの時間をね撮るという演出があって、入場スタートになりましたね。いや、これなかなか息の吐かないですね。そして、まず最初に、主催の共同通信の方が喋られました。その喋られた中でですね、やはりこの棋王というのは渡辺名人が11連勝なるかというですね、今までずっと勝ってたんですね、渡辺明棋王が。でもそこに藤井聡太、あの時は竜王だったんですが、初挑戦ということで、その渡辺棋王を破ってですね、初めての棋王を獲得ということになっていくわけです。そして、その話がありました。そして2番目に日本将棋連盟の会長佐藤康光さんの挨拶です。今日が就位式の就位状を渡すのが最後になるそうです。今度変わるんですね、羽生さんになるんだろうと思うんですが、その会長が変わる、最後の就位式の、読み上げて授与式を行われるというね、なんか感無量のところがありますね。将棋界を一気に盛り上げていきましたからね。一気というよりは、藤井聡太竜王がどんどん上がってくるにつながって、将棋のどういうんですかね、人気ももううなぎ登りで上がってきましたね。それ藤井聡太竜王勝つもんですからね、もっともっとこの盛り上がり方が違ってきましたね。やっぱ一人スターが出るというのはやっぱすごいですね。この藤井聡太竜王のこのスター性もありますし、人柄もありますし、将棋の指しても綺麗だし、勝ち方もすごいし、人気がほんも上がるし、それ女性のファンもわーっと引きつけたら、これがすごいですね。この、2番目に日本将棋連盟の佐藤康光会長のお話がありました。そして3番目がですね、信濃毎日新聞社の挨拶がありました。そして、4番目が、コナミグループの代表の社長が挨拶をされましたね。そして5番目がここで棋王就位状の授与ということで、プレゼンテーター佐藤康光会長がここで渡されました。これが会長の最後の就位式となったと言われております。そして6番目がこれが勝敗と賞金授与というのがありましたね。いい相撲取りが取るような大きな範囲ではありませんけども、でも結構重量のあるね、優勝カップが渡されましたね。そして、7番目が協賛社からコナミグループからいろんな商品が授与されました。大塚製薬からもなんとか1年分というのが渡されました。そして8番目が、これが今まで就位式見た中でちょっと違ってたなと思うのは、
祝辞のスピーチにですね、SKE の宝刀、鎌田夏樹、タレントが、まあ、アイドルと言われているタレントが、あのスピーチ、祝辞のスピーチをされましたね。これなかなかまあ面白いですね。まあ、ちょっと変わった形で、ちょっと盛り上がりますし、ちょっと面白さがちょっと出ますね。まあ、マナちゃんでも来たら、これは大騒ぎになったんでしょうが、まあ、これはなかなか面白い演出だと思いました。そして9番目が花束贈呈でね、ここであの室田伊代さんというね、藤井聡太の何ですか、先輩というね、姉貴分なんですね、女流の皆室田伊代さん、まあよくあの解説でも出てね、藤井聡太棋王の子供の時のね、エピソードなどを語られておられますね。その方が花束贈呈です。杉本市長も来とられましたかね。あの藤井聡太棋王がこう登場するときに、後ろの方に、向こうへね、あの杉本昌隆市長が来とられました。なんかどっかでこう出番があるのかなと思いましたが、その出番はあんまなかったですね、今日はね。そして、花束贈呈の後が最後は、まあ、あの藤井聡太棋王のお礼の言葉というのがね、ありまして、お開きとなるわけですが、藤井聡太棋王はやっぱもう風格がありますね。そしてもうあのプレゼンテーターが出すと、やたらとツーショットであの写真をその都度撮るわけですね。まずあのこれはあもちろんあの棋王首位上を渡した時には、佐藤康光さんともこう2人ツーショット撮る。そして、これはあの勝敗とか賞金とかもツーショット、そして協賛者のエコナミグループとか大塚製薬の時もですね、まああのエコナミグループも大きな看板に、何を贈呈したから全部書いて、もちろんこのグループの名前も書いてね、大塚製薬も名前書いて、その商品を書いて、大きなこの渡すわけですね。それをまたツーショットで撮るという、まあ、そういう形で、行われておりました。まあそれにしても今日はあのタレントの方が、女性の方が出てスピーチも良かったし、室田夏樹さんも出てですね、女性の方が出ると華やかですよね。全部男性があの物を渡したするのはあまりパッとしませんからね。女性が出てきて、こう中を彩ったというところは非常に良かったんじゃないかと思います。そしてあの今日はそうですね、スピーチの中ではあの信濃毎日新聞社の方があの、まあ、きれいにあの喋れること全部きれいに書かれてですね、あの藤井聡太さんの、藤井聡太棋王の、まあ、どういうふうに変わってきたかとか、いろんな歴史とか周りをきれいにまとめて、きちっと系列に並べて喋られましたね。これはあのメモを見て喋ったということでもですね、あのきれいに喋れたということでね、まあ、スピーチは大体、まあ、メモを見ずに喋るのがいいとされてますが、ああいうふうにきちっと系列的に全部喋ろうと思うと全部覚えられるところがありますからね。それはきれいにメモってですね、順番だってずっと喋られたんで、まあ、経過がよく分かって、あれはなかなかあの聞いてて、ああこうこういうふうになって藤井聡太さんは上がってきたのかとか、その背景とかが、まあ、よく喋れてね、まあ、あれもいいスピーチだったなと思います。そんな形で、第48期棋王就位式が今日行われて、藤井聡太さんのにっこりした顔が見れたのが良かったですね。もうすぐ次ももうタイトル戦がまた次々ありますからね、名人戦もあります、その前に叡王戦もありますってあったりしてですね、いろいろスケジュールいっぱいでも、まあ、こういう就位式にも出てくるというんでね、非常に良かったです。今回はそんな点で、まあ、東北で藤井聡太さんがやっぱり行かれて、その棋王戦があったということでね、あの東北の方が盛り上がる、いいですね。そっちの地方へまた行って、あの
あのタイトルマッチやるというのはタイトル戦というか非常に地方が盛り上がってよかったなと思います。そんな48期起用就位式でありました。上を